ドッグホームチャンネル。こんにちは、ドッグホームチャンネルへようこそ。今日はお座りトリマーじゃなくて立ってますけどね。その子、チワワの花ちゃんです。花ちゃんちゃんすごいね、もう10年以上も長いお付き合いをしている花ちゃんなんですが、これでも慣れてくれてる方なんですよ。わかります、この突っ張り具合めっちゃ突っ張ってる、やめてって言われてます。でチワワってもともとが番犬だから、どうしてもね懐きにくいっていうところがあるんですよね。飼い主さんには愛情深い犬なんだけど、飼い主さん以外にはちょっとあいいですみたいな。でまあ気の強い子だと吠えて噛みついたりとかするんですけれども、花ちゃんは気が強くないので地味に抵抗してくれます。まあそれも可愛いんですけどね。で花ちゃん他の犬ともうまくちょっとコミュニケーションが取るのが苦手なので、こう床に置いてアキと一緒にしたらもう大変なことになってしまうんで、抱っこで飼い主さんを今待っている状態です。そ そう緊張で鼻水垂れちゃうんです犬の鼻水ね、この透明な鼻水って、うん、病気とかではないんです。緊張です。緊張なんです。ひたすらに緊張です。で青パン垂れたらもう病気なんで即医者行ってくださいはい、今日の動画はこれでおしまい。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ登録よろしくね。